今日はですね、内技っていうことで、まあ、基本的に、ね、掃除系ですよね。こう、これ、ね、これ、隙も、まあ、こう、バーン、これに対して、こう、同じことをできるから、これ、でしたよね。まあ、掃除ってことは、ね、自分の、これがちゃんと分かってますか、どういう構造でやるかっていう、どういう構造でパンってやるか。要は他のね、技だって一緒なんです。掴んでいくんだって一緒なんだけど、ただこの時の場合、時間のタイミングをジャストで合わせないと難しいから、本当にこのタイミングで合わせる。このタイミングで合わせる。ね、突きとか、まあ、こう片手だとまず、これ、ここでからまた、時間のタイミングを待ってられる部分もあるから、だからそれもちゃんとね、掃除の自分の体の使い方、理解をちゃんとするってことですね。まあそんな感じですよね。あの、いや普段からやってることはこう、ね、できていく、やってないことはできない、当たり前のことなんですけど、やってることをやってるようしかできないんだよ、なかなかね。やってないことは絶対できないし、やってることができるんだけど、それも普段やってるようにしかできない。だからこうやって打ってるとずっとこうなのよっていう、こうやって打ってずっとこうなのよっていうね。だからそこちゃんとねやっていけば、あの精度を高めてこう半身を普通にスッと取る、半身はどのくらい精度できなきゃいけないのかっていうのは分かってくるでしょ、ね、これでやってこうやって半身は分かんなきゃいけない、それぐらいの精度でやってくださいってことですね。技をやるにはね。